はい、フリーライターのいつか笑って過ごせる暇です。国には給付金を配れと国民を声を上げよう。都道府県知事意見箱など有効的な意見の送り先一覧ということでやっていきたいと思います。はい、ということでですね、えー、新型コロナウイルス感染症による一連の騒動で、えー、国民は困窮しております。もうあのー、教育にも困るみたいなね、ところも出てきているようです。 あの、お店としたらね、もう閉ま閉めざる得なくなってしまって、もうお客さん来ないし、みたいな感じでね。で、まあ借金だけ残ってしまったりとか、まあ従業員の給料も払えないみたいな話もね、チラチラと聞こえてくるわけですよね。そんな中ですね、まあ緊急事態宣言が出たんですけれども、まあ、出てるんですよね。まあ一部地域、まあ一部というかまあ結構多くの地域になってると思うんですけども、人口的にはね、かなり多くの場所になってると思うんですけれども、まあ特にね、人口の多い場所に出てますからね、今回ね。はい。まあ、出てるんだけれども、 政府は今回給付金を配らないつもりに見えるんですよね。まあ、配りたくなさそうだなっていう。ただ、まあ、みんな困ってるんですよ。困ってるっていう声をどんどん上げていかなきゃいけない。上げないと、まあ伝わらないですよ。まあ伝わってるのかもしれないけれども、動いてくれない。サイレントマジョリティじゃダメなんですよね。で、もちろん、ツイッターなどでつぶやくことも大切なんですね。ただ、権限のある場所に直接送ることも大切なんです。なので、あの皆さん送りましょうと。意見を言いましょうと。 いうところをね、えー、今回、えー、言わせていただいております。でですね、えー、どこに送るんだっていうところなんですけれども、この辺っていうのが僕有効なんじゃないかなというのがあって、首相官邸、財務省、まあお金を出すのは財務省ですからね。で、各都道府県知事や、えー、都道府県知、県の意見箱、県民の声とかね、知事への手紙とか、 ご意見箱とかいろいろ名前は違うんですけどもあります。各都道府県にありますので、そちら。また政権与党、自民党とか公明党とかに直接意見を送ることもできるので、そのあたりに、えー、皆さん送りましょうということですね、えー。概要欄の方にですね、一覧貼ります。えー、URL と一緒に貼っときますので、えー、そちらに、ね、意見を送っていただければと思います。ただ一つ注意していただきたいのが、各都道府県に、えー、送る場合は、えー、自分の住んでいる場所に送りましょうと。私、兵庫県民なんだけど、全都道府県に送りますとかね。 都民だけど千葉県でも言うぞとかね。ってやめましょうと。あのー、住所とか書かなきゃいけなかったりもするので、えー、別の県民の声をね、その県が聞く必要はないのでね。まあ、あのー、自分の県のことをするのが都道府県ですから、自分の,の,のね、都道府県に送ってくださいという形です。で、また、えー、コピペなどではなくて、えー、自分の言葉でね、えー、しっかりと書きましょうと。 コッペなどだとスパムかなって思われたりしますので、えー、しっかりとね、えー、見てもらうためにも、えー、自分の言葉でしっかり考えて書いていただきたいというふうに思います。で、えー、送る場合はね、概要欄に貼っときますので、そちらをね、あの見てくださいという感じなんですけども、まあ、それを言われてもな、なんだということになってしまうので、まあ,あの、例としてね、えー、記載、えー、しておきます。7つの雨というのを記載しておきます。これ概要欄にも貼っときますんでね。はい。 えー、見ていただければと思うんですけれども、まあ、例えば、あのー、通販デリバリーテイクアウトなどに強盗的キャンペーンをやってほしいとかね、あのー、参入とか事業拡大に支援金を出す。こういうのをやっていけば、要は通販デリバリーテイクアウトであれば密にならないで済むというところ、それに参入するんであれば、まあ、今もうみんな余力ないんでね、余力がないところにはお金を出して参入してもらおうと。 で、参入してもらえば、通販デリバリーテイクアウトを使ったら、例えば政府から20%補助金が出るので、まあ、あの安くで買えると。まあ、他ねあね、通販の送料を負担するとかね、いろいろやり方あると思いますけど、そういうところで強盗的キャンペーンをやっていく。で、これをすると、運送事業や宅配事業などの雇用や設備が違いますね、えっと、宅配事業などがあの大変なことになるんですよね、配るのに。トラック、ぎゅうぎゅうに詰めて、1回、2回じゃ済まないと。 一日4回も5回も往復することになるってなると大変なので、そういうところに、えー、雇用や設備の拡充、トラックであったりとか、倉庫であったりとかっていうのを拡充するために支援金を出していく。こうすることによって、まあ、通販出ればいいテイクアウトを始めるところもそうですけれども、雇用が生まれていくわけですよね。仕事をクビになった。あ、じゃあちょっと運送業で働こうかと。トラックの運転手しよう。倉庫でちょっと仕分けをしよう。そういうことができるわけです。で、 食品生産や感染症対策などの関連事業、国内の事業ですね、に支援金を出していくことによって、日本の食品自給率ね、低いので、それを上げる。また、感染症関連の生産って必要じゃないですか。マスクとか消毒液とかね、防護服とか。まあ、兵庫県がやらかしたんですけども、あのー、輸入がね、止まってるから、国中国から買えないから国、国内の企業に作ってもらったと。ただ、中国からね、あのー、 輸入が始まったら、それ打ち切っちゃったんですよね。そしたら、その企業を在庫を抱えてしまって大変なことになっていると。こういうことをやると、また作る気ないですよね。またなくなりますよね。次また同じようなことが起こっても、いや、この間、お宅、作ってあげたら買ってくれなかった。最初は買ってくれたけど、途中から買わなくなって、在庫を抱えて大変だったんだよ。もう積んねえよってなるわけですよ。で、それを見ていた別の会社も、いや、あの時あの会社さ、ひどい目にあってたよねって。もうやらないよねって。無理だよね。っていうふうになっちゃうので、こういうのはちゃんと国が責任を持ってね、保証してやってもらう。 というのが必要だと思っています。また、医療、介護などは、ええー、以前ね、ええー、医療機に出てるんですけれども、もちろんここにも追加の医療機は必要だと思います。ただ、薬局、これ、院内薬局は出てたらしいんですけども、外薬局が出てないみたいなんです。なので、薬局、運送、食品、小売業など必要なところのね、あのー、スーパーね、 感染症怖いから閉めますとか言われたら困るんですよ。食品買えなくなっちゃうから。運送業、感染症怖いんでやめますって言ったら、通販しても届かないんで困るんですよね。そういう必要不可欠なところにはちゃんと、えー、色気を出す。皆さん大変な思いをしてやってるところもあるんでね。色気を出していくっていうのは必要だと思います。はい。で、えー、会社や店舗及び個人への感染症対策へのクーポン券の配布。消毒液とかマスクとか防護服とかねあの、フェイスシールドとかいろいろあると思うんですけども、そういうのに、えー、クーポン配布する。 これ、あのー、現物配るとまたアベノミスクみたいになってあの使い物にならないものだったりとかちょっと、あのー、これ使いづらいんだけどみたいなものが来ても困るのでそういうところを考えるとクーポンで配布してみんなに買ってもらう好きなもの買ってもらう方がいいですよねってこれ会社さんとか、ね、店舗さんとか、ねまあ、個人もそうなんですけれども、あのー、特に店舗とかだといっぱい人が来るわけですよね。 その時に消毒器具をみんなに使ってもらったら、1日1本、2本、3本とどんどん使われていく。そうなると、1本、例えば300円とか500円だったとしても、2本、3本とすると1000円とか2000円とかになっていくわけですよ。そうなると、1ヶ月3万円とか6万円とかっていうのが、単純に余分な出費としてね、出ていくわけです。そういうとこにちゃんと配布してあげないと、あのー、売上が上がってもね、そのうちの純利益の部分がそれで削られていくわけですね。苦しくなるんです。なので、ちゃんと配りましょうと。 いう話なんですね。これ、あの、クーポンじゃなくて、現金の方が効率はいいんですけれども、現金で配ってしまうとどういうことが起こるかっていうと、あのー、マスクなんかいらないとか、所属意見なんかいらないとか、別のことに使っちゃうんですよね。それだと、給付金と変わらないので、そこは差別化するためにも、クーポンは配布する。というふうにやっていきたい。というふうに思っています。これもするべきだと思います。また、感染者や濃厚接触者への休業保障や安心補助金。休業保障は、これ会社に送るんですね。えー、会社に、例えば、3人、え、ー 感染者が出ました。濃厚接触者が2人出ましたってなると、濃厚接触者、感染者の休業補助、休みますよね。その間、あの、家にいてくださいと。するための休業補助を政府がする。で、えー、安心補助金、入院するためにパジャマがいりますとか、あの、差額ベッド代だとか、そういうのを補助金を出すことによって、安心して治療に専念してもらうということをしていくのは必要だと思っています。 また、これに合わせて、感染拡大地域や感染者、濃厚接触者への差別の禁止ってもやっていかなきゃいけない。そして、これも一番皆さんが欲しいものだと思うんですけれども、緊急事態宣言の実施地域へ月1日10万円。その他の地域には月、ん ?1 日じゃない月1人10万円。その他の地域には月1人5万円の給付金を支給するということもやっていった方がいいと僕は思います。まあこれ別にね、その他の地域でも10万円でも別にいいんですけども、まあ一応ね、この、 この、えっ、ー、と、対策、7つの目を作ったときは、まだ緊急事態宣言が出る前だったので、まあそういう、こういう感じにしてますけども、今の現状を考えるとどんどん広がってますので、まあ全地域に1人1万円、月1万円。これ月1万円っていうのはどういうことかっていうと、例えば今、緊急事態宣言が出ました。まず10万円配ります。で、1ヶ月経ちました。延長されました。2ヶ月目に突入しました。もう10万円。3ヶ月目に突入しました。もう10万円と。これ別に、 2ヶ月半で終わった場合は3ヶ月分渡すんだけども、あの、返さなくていいよと。半月分返すとかそんなケチくさいことは言わんよと。突入した時点、何ヶ月目に入った時点で配っていく。っていうのがね、今できることなんじゃないでしょうかと思っています。こういったことをね、えー、政府とか県とか、えー 与党とか、政権与党ですね。とかにどんどん送っていただきたいと。皆さんが思ったこと。これいいなと思ったのを使ってもらっていいので、それを送っていただきたいというふうに思っております。はい。ということでですね、皆さんね、ぜひあのー、 今まで送ったことがないという方もね、メールとか手紙とかね、いろいろその県とか場所によって、あのー、使える手段違いますけれども、使える手段を使って送っていきましょう。あとね、あの、県知事とか、都道府県の知事さんとかが直接目を通しますっていうふうに書いてあるところもあるので、もしもそういうところがあったらそっちから送った方がいいと思います。とりあえずね、あのー、作るのが結構大変で、47都道府県全部貼っていくのが、ちょっと全部カバーできてるかわかんないですね。あの、一応、送付先にたどり着けるところには貼 貼ってあるんですけどもそこよりもいいといい送り先もあるかもしれないのでもしもあったらコメントで教えていただけたらね確認して差し替えたりもしますのでえぜひ教えてくださいとにかくねあのー、47トロフ圏の送付できる場所 に貼ってあります。を貼ってありますので、ちょっとね、あの、不都合な場所とかになってる可能性もあるし、間違ったりとかすると困るので、えー、もしもあの、間違ってるのを発見したら、おい、間違ってるぞ、これ。って直せというふうに言ってください。あの、すぐ直しますのでね。確認して気づき次第直しますので、えー、その辺までお協力いただけると助かります。ということでですね、まあ、概要欄の方に、行政、政府行政や都道府県、 政権与党などの意見の送付先の一覧を貼っておきますので、ぜひね、皆さん自分の都道府県であったりとか、政府、首相官邸とか財務省とかね、自民党とか公明党とか、そういうところにね、どんどんと意見を送ってください。スパムにならないように、ちゃんと自分の意見をね、送ってくださいね。はい。皆さんの意見を送ることが大切だと思いますので、コピーとかじゃなくてね、自分の意見をしっかりと書いて送りましょう。はい。そうすることによってね、国民の意見、意思、意見、 そういうのがね、えー、行政とか政府とか、そういうところに伝わりますので、えー、ぜひともね、お願いします。はい。以上になります。えー、よろしければですね、えー、チャンネル登録していってください。そして、いいね押していただけるとね、え、励みになりますので、えー、いいね押していただけると助かります。はい。皆さんね、えー、ぜひ送ってみてください。いろんなね、都道府県とかね、えー、市官邸とかにね、えー、みんなで送りましょう。 それがね、えー、国民の声となって、数が集まればね、力になります。ぜひともお願いいたします。以上です。フリーライターのいつか笑って過ごせる日まで,でした。